YouTube の更新を半年もサボってしまいましたお待たせしましたお待たせしすぎたかもしれません50歳を前にだっさらをして錦木及を作っております令和の小石西川でございます今日もよろしくお願いいたします 約半年ぶりりの更新になります前回は去年の10月にこの千代池から東西を取り上げたた動画でした正直動画作りのネタはたくさんあったんですけど編集とかシナリオ作りに気力を割くことができなかったんですよね。 で今日はあまり皆さんの役に立つ情報でもないんですけどこの YouTube を半年間休んでいた間に私が感じたことをお話してみようかなと思っています私は毎年秋から翌年の春にかけて錦鯉のブローカーとして仕事をしています去年からこの春にかけて そのブローカーの仕事が思った以上に忙しかったんですよね。まあそれがちょっとあの YouTube を休んでいた言い訳の一つです。毎年秋から春にかけてのシーズンは品評会が各地で開催されます。 錦鯉愛好家の皆さんをはじめ、錦鯉業界関係者にとっても。活気のある、楽しい時期ですよね。例年だと、多くの錦鯉ディーラーが。新作の錦鯉を買い付けに、生産地を訪れます。ところが、今年は。いつもとは、ずいぶん様子が違いました。その理由は、言うまでもなく。コロナ禍の影響です。 ご存知の通り人々の往来が途絶えました特に海外との行き来がほとんどなくなりましたよね日本のニシキゴイ産業は海外への依存度が比較的高いのでニシキゴイ生産者にとっても売上の減少が大きく懸念されました私もどうやって仕事を続けていくか大いに悩んだわけです。で 実際はどうだったかというとむしろ仕事は増えました。なぜか。まず外国人ディーラーが直接買い付けに来れない。そのため、西シキの生産地に住んでいる私に買い付けを依頼する人が増えたということもあります。私の場合、広島県に住んでいますから、 錦鯉生産者を頻繁に訪ねることができますしかも錦鯉業界に長くいますので婚姻にしてくださる生産者の方も多くいますこれは本当にありがたいことですしかしこの地の利と人脈だけではコロナ禍を乗り切ることはできなかったと思っていますディーラーや 愛好家の方が錦鯉を直接見ることができない状況です。鯉、えー、を見せて、えー、この鯉いいですよとか綺麗、えー、でしょ安くしますよだけでは鯉が売れないんですよね。つまり気分や勢いで鯉を買ってもらうことができないんです。この中で錦鯉の情報を伝えるためには。 写真や動画そして文字情報の充実が非常に重要になってきましたそこで錦鯉生産の経験がある私に外国のお客さんから「細かな点を見極めて情報を送ってほしい」との依頼がありましたもともと起業したばかりなので私何も持ってないんですよね。 客観的な情報しか提供ができないそこがかえって信頼を得たのかなと思っています今後コロナ禍が収束して海外の錦鯉井リーダーが直接買い付けに来れるようになってもこの形はより増えていくんじゃないかなと私は感じています また、ニシキオ生産者の状況はどうでしょうか大手の生産者と中小の生産者の住み分けができたのではないかと私は見ています大手の生産者は自社のオークションサイトを立ち上げてそのブランド力を背景に自社のみのネットオークションを展開しています 中小の生産者は海外からの買い付け客が減少した影響を直接受けている。とはいえ搭載後に注文が殺到したようですこれはコロナ禍の先行き不透明感からリスクの少ない搭載魚に人気が集まったように思います。実際 どの生産者を訪ねても早くから売り切れ続出で搭載を手に入れるのは本当に苦労しました一方2歳以上の錦鯉の割安感が強かったですねこれはコロナ禍で品評会が開催されないことが大きな原因だと思います私も今年はすごく模様が良くて体型も 質も申し分ない鯉がかなり安い値段で出荷できました。さてよくアフターコロナとかウィズコロナと言われますよね。錦鯉の世界でアフターコロナウィズコロナはどうなるんでしょうか。大手ブランド志向の愛好家はネットオークションを利用して。 より公平にブランド鯉を入手しやすくなるただオークションなので良質なものは値段がかなり高騰しているようです逆に大手のブランド鯉にこだわらなければ品評会に強い良質な錦鯉が安く手に入るようになるんじゃないかなと期待しています広島県をはじめ日本にはまだ 世界に知られていない優良な錦鯉生産者があります。長い伝統と実績のあるところ、新しく錦鯉生産を始めた希えの若手生産者。どの生産者も強い情熱を持って生産に取り組んでいます。えー、それでこのアフターコロナウィズコロナの中で。 えー、私はどうするかと考えているんですけど。私も将来的には大手の錦鯉ブランドの恋を取り扱っていきたいと思っています。しかし、目的を持って探せば大手ブランド恋ではなくても魅力的な錦鯉は溢れているんですよね。実際。当面私は？ そういった中小の生産者を紹介して。より高品質な錦鯉をより安く提供していくことで。楽しい錦鯉ワールドを広めていきたいと思っています。去年千魚池で育てた当際は。国内のお客さんに、えー。おかげさまでぼちぼち売れました。で、実際今残っているのは。 大正三色の三本だけなんですよね今からその大正三色三本をご紹介いたしますこの三本ですトップクラスは先に売れてしまいました今残っているこれまあ二軍クラスですかねとは言っても 5 0ンチくらいに成長すれば地方の品評会には出品できるかなと期待をしています3匹ともちょっと住みがちなんですよね尾びれ背びれに墨がちょっと上ってますえー、っとこの段模様が印象的な濃い うん手びれに墨とひばンが乗ってるのがねたまに傷なんですけどねこれちょっとねただところどころこうつぼずみになってて墨が固まって白地が生えればもっときれいに見える成長が楽しみですそれから今度はこれかな 紅は少ないんですけどすっきりした濃いですね。こうスミスがとてもあのばらけてなくていいですね。ただねこれちょっと頭のところけがしちゃって分かるかなけがして今治りかけなんですよねちょっと白っぽーくなってるでしょ。まあ、これはすぐ治るとは思いますけど。えー、最後にこれ。 この三本の中では一番いい声ですね模様のバランスがよくって特にあのこの片隅がすごく印象的ただねこのちょっとね右のエラブタのところここ怪我してるんですよね まあ危険にならんかったらいいんですけどこの夏にしっかり餌をやって成長させて、まあ、なんとか直していきたいですねそんなわけで今年も楽しい稚魚池のシーズンが始まりますやっぱり稚魚池で仕事してるのが一番楽しいですね 今年は生産量を少し増やして、えー、去年よりいい鯉を作りたいと思います、えー、それと今年の秋には輸出のライセンスが取れるはずなんで海外のお客さんに、えー、うちの鯉が輸出できると思いますじゃあ頑張ります